はい、こんにちは。億万長者合宿の久保でございます。まあ私はですね、億万長者合宿、もう1億円とかね、10億円とかね、稼ぎたいですかっていうふうに聞いたことはないんですけども、いや、稼ぎたいでしょ。ね、欲しいでしょ。うん、と思うんですよ。で、それがね、いや、お金なんてそんなにいらないですよとかね、普通に暮らしていけるぐらいあればいいですよっていうふうな発想をすると、これはね、稼げないですね。やっぱりね、もう内側から出る燃え上がるような欲望とかね、物欲とか、願望とかね、こういったものがね、やっぱり全てのエネルギーになると思います。何か問題を解決したいとか、誰かを助けたいとか、世の中の役に立ちたいとか、自分で立身出世したいとかね、もう駆け上がる階段を見つければ見つけるほど、そこに向かう動機っていうのが生まれてくるんですけども、いや、そんなに稼がなくても、まあ月に14、5万あればいいかなみたいな発想では、これはね、それはどっかでバイトしてくださいって話になっちゃって終わりなんですよね。ですので、私はね、ビジネスをするんだったら、そのビジネスにコミットするんだったらね、ビジネスを目指すんだったら、そのビジネスのプロになるわけじゃないですか。そんなね、月に100万とか200万っていうのは本当最低ラインだと思うんですよ。ビジネスをやってるっていうんだったら、ね、会社経営をして毎月100万、まあ年商で1000万とか言ったらどうですかね。こんなしょぼいビジネスあるかって私は思うんですよ。で、商売をやる、ビジネスをやる、会社をやる、起業するっていうんだったら、やっぱね、人と違う人生行くわけですから、給料もらいじゃないですからね。だからやっぱ給料取りじゃない限りは、自分で、思うように売り上げを作って、思うように利益を作っていけるっていう力は最低だと思うんですよ。最低限。それがね、ビジネスやったんだけども、月に5万、10万で、ああ、よかった、うまくいった、ではないと思うんですよ。ここはね、本当に、1億円っていうものを少なくとも目指すんだったら、というか目指さないとダメですよね。ビジネスやってるんだったら。野球をやっててね、なんていう、凡打だけでいいとかね、思いますかね。やっぱホームラン打ちたいでしょ。で、レースに出るんだったら、上位入賞したいと思うんですよ。優勝じゃなくても、いつもね、予選落ちでいいやっていうふうな、そんなね、記念受験みたいな気持ちだと、そのまさに出場すらさせてもらえないんですよね。でもライバルはトップを取りたいと思ってるわけですよ。ライバルは敵を投げ倒して自分がもっともっと前に出たいと思ってるわけなんですよ。で、そういうところに同じ土俵に立って、いや、自分は10万とか20万とか30万でいいですよって言ったら、それはいとも簡単に食い潰されますからね。だからね、そこはね、高き理想を持ってほしいなと思いますよね。ビジネスをするんだったら、自分がビジネスをするというふうに決めるんだったらね。だから、できる範囲でやるっていうのは私はね、全然こう支持できないんですよ。というのが、できる範囲のそのレベルがちっちゃすぎるんですよ。できる範囲でやるって言った人のそのできる範囲がむちゃくちゃ広ければいいんですけども、本当にできる範囲って、最近動画見てませんとかね、まあなんか最近ちょっとサイトも作れてませんとかっていうふうなことで、なんかいまいち欲望を感じないっていうかね、もう食らいついていってほしいし、しつこいぐらい質問を上げてほしいですしね、もうしつこいぐらい、細かいぐらい、その重箱の隅をついて、なんで自分は思うように稼ぐことができないのかとかね、そのコーチの仕方が悪いんじゃないかみたいなところまで突っ込んでくるぐらい本気じゃないと、遠慮して生まれるものは何もないですからね。やっぱりね、まあ、速化塾もそうですし、この億万長者合宿もそうですけども、そのマネージャーね、運営してる人を使い倒す、講師を使い倒す、その権利があるわけですからね、もう使い倒して、しゃぶり尽くして、で、講師以上の売り上げ、講師以上の、そのチャンネル登録者数、講師以上の影響力を持つところまで、本当突き抜けてほしいなと思うんですよ。だからライバルですからね、やっぱり、速化塾の塾生さん、ドリアカの、ね、生徒さん、これ、ライバルですから、絶対お客さんになっちゃダメなんですよ。お金を払い続けて、ああよかったって、これお客さんですから。満足度高くてまたお金払う、これお客さんですから。お金はね、払い続けちゃダメなんですよ。一発もしくは二つでね、商品買って、そこでもうそれを突き詰めればマスターできるわけですよ。もうトップバズ一個でもいいわけですよ。 YouTube 一個でもいいんですよ。自己アフィリ一個でもいいんですよ。それを深掘りすると、もうそこで黄金がつかめますから、もう本当にね、一点集中っていうところにもつながるんですけども、いろいろやりすぎなんですよね。いろいろやるってことは欲望が一直線に行ってないんですよ。このね、私のお話をしてまた恐縮ですけども、自己アフィリエイトを初めてやった日に、これは1億円稼げるぞと思って、それから自己アフィリエイトだったんですよ。私は自己アフィリエイト久保ですよ。広島の自己アフィリエイト塾ですよ、速化塾っての。今でこそね、いっぱい広がりましたけど、最初は自己アフィリエイトだけでしたからね。それこそ最初の1年は自己アフィリエイトだけで2500万、ね、2500万で、集客媒体何言ってもフェイスブックだけですよ、ね、あれこれする必要はないんですよ。あれこれあるのは分かってました。メルマガとかあったんですよ。メルマガあえてね、やらなかったですね。だからメルマガの、スタンドを
契約したのは2015年の8月12日です。速稼塾始まったのは2013年ですよ、6月14日ですよ。2年以上空けてるんですよ。メルマガって存在してて、メルマガで顧客リストを貯めていくんだって概念は知ってたのにやらなかったんですよ、ね、だからその私の例を真似しろってわけじゃないですけども、少なくともね、一点集中できない人にもう2点集中3点集中なんて本当無理なんでね、1個やり尽くしましょう。本当今手元にあるカード、それをね使い倒すだけでもうあなたはお金の悩みから解放されます。自由になります。本当にそうです、そこだけはねもう強く何度も申し上げて、まあ、今回の動画はね終わらせていただきます。本当に1個だけでいいんですよ。1個だけ使い倒してください。あのもう いっぱい持つ必要ありません。1個でいいんですよ。なぜならその1個で、成功している人がいるからなんですよね。たくさんを同時に成功させている人の方が少ないんですよ、うん、だから超上級者です。マルチタスクでいろんなものを同時にうまく使えてるのは、今でしたら私はね YouTube 一本をおすすめします。 YouTube だけで全てが解決すると重ねて申し上げて、今回の動画を終わります。いってらっしゃい。